続いて8番中根幸男君、議長8番同壇願います。8番中根幸男でございます。私は先に通告いたしました平成31年度2019年度当初予算について質問させていただきます。平成31年度2019年度当初予算につきましては予算編成方針並びに第9次森町総合計画、町人仕事創生総合戦略、また町長の掲げる公約マニフェストに沿って編成作業が進められていることと思います。新年度予算の規模と主要な新規事業、継続事業の計画について、現段階での町長の考えを伺います。はい、議長。町長、大谷翔君。中根幸男議員の平成31年度投資予算についてのご質問にお答えいたします。議員ご承知の通り、現在新年度に向けて予算編成作業を開始したばかりでございます。また毎年歳入見積もりの参考としております地方財政計画につきましても未だ国から提示されておらず、各種税制等の見直しなどさまざまな制度改正が今後進められていくと見込まれ、地方に関わりのある事項も不透明な部分がありますので、数値について詳細にお示しできる段階にはございませんことをお許しいただきたいと思います。平成31年度予算編成にあたっては第9次総合計画に掲げた人の輪、外部との交流、対話、信頼の構築、調和、人と自然の3つの基本理念、そして町の将来像、住む人も訪れる人も心和らぐ森町の実現を目指す6つの基本の柱に沿った取り組みを具現化し、人口減少を克服し、活力ある町を今後も維持していく予算となるよう、合わせて森町、町人仕事創生総合戦略の具体的な推進及び私が掲げましたマニフェストの3本の柱を達成するよう、事業の必要性、妥当性を吟味し、加えて行財政改革の推進による効率的かつ効果的な予算を国の動向を注視しながら、財政上有利な財源を活用し編成するよう指示しております。新年度投資予算の規模につきましては国の制度が固まっていないことから、正確な数字で申し上げることは難しいところでありますが、本年度から取り組んでいる新たな魅力創出発信事業や、近年の企業立地の増加に伴う企業立地補助金、新たに創設が見込まれる森林環境譲与税過少に伴う事業費、真矢保育園の移転新設による定員増加に伴う保育園委託料の増加が見込まれることに加え、交際費の増加等により、今年度投資予算額を上回る規模になるのではないか、現時点においては見込んでいます。主要な新規事業につきましては、具体的な事業内容等を含めた予算編成を年明けにかけ行ってまいりますので、個別の事業について申し上げる段階ではございませんことをご了承願いたいと思います。主要な継続事業といたしましては、アクティブ森を核とした新たな魅力創出発信事業、小中学校での英語教育推進事業、未就学児自己負担の無料化を継続し、高校生世代まで拡大した子ども医療費助成事業、麻疹風疹混合ワクチン接種の助成、地域おこし協力隊活動事業、ふるさと納税推進事業、また国の社会資本整備総合交付金等を活用した太田川補助南4号線改築工事や、周知高校線改築工事、そして遠州の小京都推進事業等について引き続き取り組んでまいりたいと考えております。なお繰り返しになりますが、これから予算編成作業に入っていく段階でございますので、
これらの内容の変更、あるいは事業の追加等もあるかと思いますが、その点につきましてはご理解いただきたいと思います。以上申し上げまして、答弁とさせていただきます。議長、8番。8番、中根幸男君。はい、答弁ありがとうございました。31年度予算についてはですね、本年度を上回るものと思われるということで、特に数字は示されていませんでした。現在予算編成中ということでですね、具体的な事業内容については現段階では無理があるかと思いますが、これは住民の皆さんもですね、関心のあることでもありますので、少し再質問をさせていただきます。1点目はですね、町長の掲げる公約マニですと、この第1はですね、人口減少に立ち向かう、第2は財源を確保する、第3は人に優しい町を作るとなっております。特に人口減少についてはですね、大変気になるところでありますが、この3つの取り組みについてどのような計画をされているか伺いたいと思います。2点目はですね、富士の国のフロンティアを開く取り組みですが、平成30年度は内陸部への移転企業の受け皿確保事業として中川下工業団地の拡張工事等が進められていますが、ただいま答弁の中では大田川補助南4号線の改築ということもございましたが、31年度についてはどのような取り組みをされるのか、それから3点目はですね、町人仕事創生総合戦略については、人口管理にあたり、人口の減少の克服は中長期的な取り組みであるとともに、負担の見直しと施策の改善を重ねていく必要があるとしています。先ほど町長の掲げる公約マニフェストをですね、人口に減少に立ち向かう重複をしますけれども、森町の人口ビジョン達成に向けての重点項目およびですね、施策の見直しや改善等の考えについて伺いたいと思います。4点目はですね、本年度都市計画道路新田赤松線ほか1路線として、現地測量業務および予備設計業務が計上されております。平成31年度はどのような計画がされるか、今後の見通しについて伺います。5点目はですね、これ最後になりますけれども、生活道路および排水路等、これは大変要望の多い項目でもありますが、いわゆるその無指定枠の確保についてどのように考えているか、以上現段階での方針等を分かる範囲でお願いいたします。はい、議長。町長、大谷総君。中根議員から、質問をいただきました。5点あろうかと思いますが、まず1点目のマニフェストに関することについて、私からお答えをさせていただき、以下、2、3、4、5につきましては、それぞれ担当課長からお答えをいたしますので、よろしくお願いします。マニフェストについてお答えをいたします。議員ご案内の通り、マニフェストといたしまして、3つの取り組みを挙げております。1つ目が人口減少に立ち向かう、2つ目が財源を確保する、3つ目が優しい町を作るでございます。それぞれについて、主なものについて、述べさせていただきます。1つ目の人口減少につきましては、森町人口ビジョン及び町人仕事創生総合戦略に基づき、施策を進めているところでございます。特に、今年度、30年度につきましては、移住定住の総合相談窓口として、定住推進課を新設し、空き家、空き地バンクによる情報発信、東京、名古屋、大阪などで開催される移住フェアへの出展、移住促進パンフレットの作成など、
移住定住を促進するため、精力的に施策に取り組んでおります。2つ目の財源確保につきましては、ふるさと納税の積極的な取り組みを進めております。総務省からの通知を踏まえ、適正に見直しを行いながら、森町を応援してくださる方からご寄付をいただいてまいりました。その成果として、平成30年度の実績につきましては、11月末現在で約4370万円のご寄付をいただいております。これは昨年の同時期と比較して1000万円の増加となっております。今後も引き続き森町ならではの返礼品を備え、森町を全国に発信し、森町ファンを増やしていきたいと考えております。3つ目の人に優しい町を作るにつきましては、地域の課題や支え体制を作るために、生活支援体制整備事業として、平成29年度、三倉地区でワークショップを行いました。今年度、30年度は同様に、玉形地区において、今後目指す玉形地区を考えるをテーマにアンケートを実施し、今後ワークショップを開催する予定です。ワークショップを通じて、地域における自助、互助について理解を深めていけるように、今後も継続していきたいと考えております。以上、3つの取り組みのうち、主な事業についてご説明させていただきましたが、マニフェストや総合計画の実現に向けて、今後とも町民の皆様のご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。山口課長。産業課長です。中根幸雄議員の個人の国にフロンティアを開く取り組みにかかるですね、まあ、中川新地区を中心とした平成31年度の取り組みについての交際質問に関してお答え申し上げたいと思います。まあ、現在ですね、ご案内のように中川市も工業専門地域の状況でございますけれども、既存企業であります、株式会社松井梱包の企業、拡大に伴ってですね、静岡県企業局によるオーダーメイド方式による行政工事を、実施しているところでございます。その状況といたしましてはですね、今年度中に、行政を完了し、企業局から企業側に渡しをするという予定で、進めているというふうに伺っております。それでですね、31年度中にはですね、建物、建設工事等を松井梱包の方が実施するということで、その目標としては、平成31年度末をおめどに操業を開始するとこういうふうに、こちらでは把握しているところでございます。まあ、それこそ、企業誘致、企業立地に関してはですね、富士の国フロンティア推進区域内の企業誘致ということももちろんでございますけれども、それ以外にもですね、進出希望の企業、進出希望の企業等の要望を把握しながらですね、迅速かつ的確に情報提供を行った上でですね、企業の動き、ニーズと最新の情報を収集しながらですね、まあ、町がどういった支援ができるのか、また見直しが必要なのか、企業訪問と企業誘致の推進ということで、いろいろな取り組みを行っていきたいというふうに考えております。以上です。企画財政課長。企画財政課長です。中根議員の3番目の質問で、今後戦略の関係につきまして、私の方から回答いたします。森町総合戦略におきましては、人口ビジョンを示しております、2060年に1万3000人を確保するということを目指しております。そして、将来にわたって、ね、人が生き、人と触れ合い、森町に暮らすことができる町であるように、人を育む、魅力と交流を作る、仕事を作る、安心を作る、4つの目標を実現するために、4年間という期間で、重点的に取り組むべき施策事業を続けているところであります。各施策の内容や評価につきましては、9月の議会全員協議会にてご報告をさせていただいているところでございます。また、総合戦略に記載してあります、
施策の見直し、あるいは改善につきましては、必要に応じて、随時行っていきたいというふうに考えているところでありますが、現在、国から示されております、町、人、仕事、想定基本方針、2018がございます。こちらのメニューの中で、今後ですね、町として取り組むことができる事業があれば、それらの事業を実施する際には、必要に応じまして、総合戦略の見直しを行っていくことになろうかというふうに考えているところであります。また、現計画の総合戦略の期間につきましては、平成27年度から平成31年度までの5年間ということになっておりまして、来年度で現計画の期間というのが終了をいたしますので、今後5年間を総合的に評価をいたしまして、次期戦略の策定に向けて検討してまいりたいというふうに考えています。以上です。以上、建設課長。建設課長です。中根幸男議員の再質問4点目と5点目について、お答えをさせていただきます。はじめに4点目の新田中松線保管1路線の今後の見通しということについてお伝えします。議員ご案内のとおりですね、今年度新田中松線保管1路線につきましては事業化に向けまして、現地測量、それから予備設計業務を進めております。現在の進捗状況でございますけれども、7月に関係地権者等への説明会を合計5回ほど開催いたしまして、そこでいただいたご意見、ご要望等を踏まえまして、道路の選定や福井の検討、それから現地測量を今進めているところでございます。今年度末までにはですね、その検討案が、お示しできると思いますので、再度地元説明、それから移行調査等を実施しまして、予備設計を完了させていきたいというふうに考えております。で、来年度の予定でございますけれども、その今年度作成しました予備設計をもとにしまして、引き続き地権者をはじめとする、地元の方々のご意見を聞きしながら、事業に対する同意が得られますよう調整を図り、同意が得られた区間におきましては、事業着手に向けて具体的な補助メニューや、用地取得のための方針の決定をしていきたいということで考えております。そして、地権者との用地取得に向けた調整も、同意が得られた区間につきましては進めてまいりたいということで考えております。今後もですね、新田中松線の事業着手に向けまして、町民の皆様のご理解とご協力をいただけますよう、しっかりと合意形成を図り、着実に進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いします。次にですね、5点目の生活道路および排水路等の無指定枠の確保についてということでお答えをいたします。生活道路のや、排水路等の要望につきましては、毎年各町内会等からですね、本当にたくさん、いただいております。主には道路橋梁費等の無指定枠の中で、対応をさせていただいているところでございますけれども、本当に要望が多いためですね、残念ながら全ての要望に対応できているということではありません。そういう状況でありますので、生活道路等に対応する無指定枠の予算確保は本当に必要なことであると深く認識はしております。しかし一方でですね、町内全域で老朽化が進んでおります橋梁や舗装等のインフラに対する維持管理への対応も喫緊の課題となっておりまして、それに対応する予算も本当に増大しているというような状況もあります。このように様々なですね、状況を踏まえますと、土木費にかかる全体枠の中で、それぞれに必要な事業に対してバランスの取れた予算配分、これが必要であると考えておりますので、限られた予算の枠の中で、より効果的にですね、必要な事業ができるよう予算配分を検討してまいりたいと考えております。以上でございます。以上、8番中根幸男君。
はい、ありがとうございました。4点目のですね、都市計画道路、新田赤松線ですね。これはまあそれぞれ予備設計等に基づいて、被験者の説明会等を進められているということでございます。まあ、調整がついたときから工事を実施されるということでありますが、まあ、いろんなご意見もあろうかと思います。まあ、誰がかかるとかね、財源の問題もあろうかと思いますが、大体事業着手が何年後くらいになるのか、この点が分かれば教えていただきたいというふうに思います。で、合わせてですね、先ほどちょっとの答弁の中にありました大玉補助南4号線ですね、これは継続的に事業推進されるということでございますが、来年度の改良延長等ですね、分かりましたらお願いしたいと思います。まあ、予定で結構です。以上。議長、給付措置。建設課長です。中根幸男議員の再々質問にお答えします。まず1点目の新田赤松線の事業着手の時期でございますけれども、まあ、事業着手に向けて今ちょうど予備設計等をしまして、同意が得られたらという前提で、今動いているところですので、まだ同意がいつ得られるのかということはまだ分かりません。ということで工事自体に何年度に着手するかということは明確には申し訳ありませんが、お答えはできないところでございます。同意が得られましたら、まあ、実施設計等入っていくわけですけれども、その前にも補助金の、まあ、要望をしまして、それが採択されるかどうかとか、そういう問題もありますので、ちょっと、工事の着手時期については不透明な段階でありますので、ということでご理解をいただきたいと思います。それからですね、大玉補助南4号線の、来年度の状況でございますけれども、まず1工区と2工区に分けて施工をさせていただいております。1工区につきましては今現在建築移転が進め、増設が進められております松井梱包さんのに面する部分を1工区として施工をさせていただいております。これは28年度からですね、工事を実施しておりますけれども、まあ、おおむね、今年度中に、開業が、完了するということでございますけれども、31年度におきましても、取り合いの工事がありますので、そちらの実施を1工区について、していきたいと思います。2工区につきましては、その後ですね、まあ、企業誘致とか、未利用地の改修において必要な道路ということで考えておりますので、1工区が完了した後、引き続きですね、工事を進捗させていきたいということで、今、まあ、予定しておりますのは、31に1工区完了しますので、平成32、33あたりで、事業に向けて、事業を実施していきたいというふうに考えております。以上です。はい。